こんにちは。愛されマナー術をお伝えしております、マナーコンサルタントの樋口千佳子と申します。今日は資料などを使ってお客様に会社の案内等をする際のビジネスシーンに使えるモテ仕草についてお話しします。何か資料等を使ってお話しする場合、資料の中のどこかポイントをして指さすということがありますよね。その際、このようにして指一本で指さすのではなく、手のひらを上に向け、このような状態で指していただくととっても綺麗です。また、ペンを持っていた場合です。なるべくペンは持たずに、手のひらだけで指さすのが綺麗ですが、どうしてもペンを持ったままお話しする場合も同様で、決してこのようにペンで指さしたりせず、きちんと手のひらを向けて示すようにしましょう。また、何か文字などを記入することもありますね。その時にこのように猫背になったりしないように、きちんと背筋を伸ばし、また手はこのように片手だけではなく、左手を軽く添えて書くようにすると綺麗ですよ。